ということで動画の後半です。後半イエーイ。でも後半なんですけど、ちょっと前半にやり忘れたということで自己紹介はい、自己紹介をしたいと思います。はい、じゃあ、はい、どうぞ。あ、いいですか。 あ、 ありがとうございます。高橋チーム A の谷口めぐです。はい、イエーイ。イエーイ。好きな食べ物はありますか。好きな食べ物ですか。私はすき焼き好きです。お、いいですね。おいしい。私はチーム B のさやこと川本さやです。チーム B、 イエーイ。イエーイ。私は牛タンも好きなんですけど、最近は、そう、最近は野菜が特に好きでした。あ、ヘルシーだね。トマトとかじゃがいもとかかぼちゃとか、ね、ハートトマトだって。そう、そう、育ててるんですよ。今どんぐらい成長したの、ハートトマト。今はまだちょっとこれぐらいですね。これぐらいちょっと期待してるわ、ハートトマト。はい、ちょっと、うん、もしできたら写真よろしくありがとう。はい、じゃあ何話しますか。そうだね、なんか、はい、なんか私とさややがね、うん、なんか知り合ったきっかけというか仲良くなったきっかけ ね、 ね、49だよね、一番は。そうですね、49が一番仲良くなったね。49で仲良くなった、うん、あとはまあ善悪も、そうですね、たまに一緒だもんね、仙台と大阪と。はい、あとはバックダンサー。そうだ、チーム A のバックダンサーに出させてもらった時に一緒になった。はい、よくお話ししてました。そうですね、バックダンサーとかで、はい、まあ、それまで全然ね、あんまりお互い分かんなかったもんね、うん、そうですね。でもなんかだんだん仲良くなりました、うん、そうだね。49が一番だよね。そうですね、なんか結構期間も長かったから、そうそうそう、まあ、ほぼまあ同期に近いというか。はい、そうですね。それで結構仲良くなった気がする。はい、仲良しです。イエーイ。仲良し。無駄にカメラを動かす無駄な尺遊んでる、はい、カメラ遊び ね、 そうですね、そうですね、はい、AKB49 の今はあの DVD だって。そうなんです、 DVD とブルーレイ、そうそうそう、もう発売になるということなので、ぜひ皆さん見てください。見てください。ではおしまい。はい、ということで後半の動画でした。前半はめぐちゃんのググタスで見てください。バイバーイ。